デュプレックスは、フランス海軍のジョルジュ・レーグ旧区逐艦二番艦。艦名は18世紀の帝徳、ジョゼフ・フランソワ・デュプレックスに由来し、この名を受け継いだ、フランス軍艦としては四代目にあたる。デュプレックスは、DCN ブレスト交渉で建造され1975年10月17日に、寄港、1978年12月2日に、浸水。 1981年6月13日に就役する。1977年、デュプレックスは、トゥーロンに配備され対戦戦を主任務とし、海洋における初任務にあたる。2001年1月から6月にかけて、遠洋航海を開始。航海を通過ジブチに気候アブダビ島の湾岸諸国を訪問後、インドからオーストラリアを経由し、シンガポールに気候指路に着く。 海上阻止行動のため、インド洋に展開し、海上自衛隊から洋上補給も受けている。2008年2月12日、L9013 ミストラルとともに、アジア訪問を開始する。スエズ運河を通過後ヨルダン赤バに寄港。公開においては2月25日から3月2日まで、サウジアラビア海軍とレッドシャーク演習を実施し、ジブチとモルディブに寄港し、給油。 途中のシンガポールでは海賊対策合同訓練を東京では親善訪問を済ませた後4月11日に出航アメリカ合衆国海軍及び大韓民国海軍との合同デパシックス演習を実施その後上海を訪問するその後に途中インドに寄港して帰路に着く2011年3月にはアタランタ作戦に参加するためソマリア沖 アデン湾に展開している。アタランタ作戦には二度目の参加となる。2012年11月21日、三度目のアタランタ作戦参加中のところ、ソマリア北部を航行中に機関が故障したイエメン戦績のダウ修理に赴く。この行動で、救難信号は、米国中央軍海軍部隊が受信し、通報を受けた日本の海上自衛隊哨戒機が目視確認。 シンガポール海軍のフリゲート RSS イントレピットから関西ヘリコプターが発艦して危険海域の確認を済ませデュプレックス続いて ITS30 ストが現場に急行するという見事な多国間連携がなされた恒例となった防衛省給油相手国艦艇名一覧表 EU ネイブフォーウェルコムズザフレンチフリゲートニーブスハット EU ネイバルフォースゴーシップ FS デュプレックスプリバイズアシスタンス2イエモニーダウン。ありがとうございます。